ああいや12それは無理じゃない。いやえイザナじゃないの。よろしく頼むぞ。3、2、1。さ、来ました、通り部ですね。いや前回はイザナとマイキーの対マンね、まあ、それが始まりで、その中でまたイザナのね、その過去のその新一郎くんに対するね、まあ、異様なまでの執着っていうか、まあ、独占欲っていうのかな、まあ、そういうのが描かれてたりして、でマイキーはまあ受け入れるみたいなね、そういう気持ちもあってさ、おーいっていう、しかもこの状況になってですらまだマイキーはさ、この心をね開いてるっていうのかな、まあ、とにかく、まあ、耳は傾けてるっていうか、イザナに対してさ、まあ、思いはぶつけてね、ここなんとかなるんじゃねってちょっと思わせるようなところもあり、でカクちゃんのサポートもあって、あ、これで少しね状況が好転するのかなって思ったところで、また拳銃、またキサキ、もうキサキが毎回さ本当にいいところでもう全部ひっくり返したりぐちゃぐちゃにしてくるんだよね。でカクちゃん撃たれちゃったし、もうこれキサキのそばにイザナいればいるほどさ、もう本当に大事なものっていうか、もう一人になっちゃうっていうか、そこにまず気づいてほしいよね。来たね。いやキサキに銃がいっちゃったのがね、もう最悪だよね。いやカクちゃん大丈夫なの。まあ、けど右だからね。まあけど出血量によっちゃ、え、てかもう向けんなその銃、怖いわ。まだ撃つ気なのかな。え、これカクちゃん死んじゃうとかない、媒体。ああキサキの方向いたわ。いやーこれやばいんじゃない。いやイザナ今度カクちゃん死んじゃうかもよ。いや12それは無理じゃない。いや、え、イザナじゃないの。よっそ、うわ、いや即死じゃねえのあんなの。いやけどもう言い逃れできなくね、これキサキこんなみんなの前で殺しちゃったよ。いやーカクちゃんイザナが、いやーもう、あ、生きてんの。いやけどもう無理だよね。だからカクちゃんのことあれだよ。いやあんだけ言ってたのに結局はやっぱ大事だったんだよ。あーもうマイキー話しておきたい。お前一応終わったのかなこういう戦いは。あーいやーけどもう、イザナ立てないだろ。いやけど、カクちゃんは犠牲にできなかったんだって。俺ら、うわ、
お前しか、ああ、もう、かくちゃんのことだけを言ってたのね、今の俺らは。いや、けどもう無理だろう。むしろ今よく喋れてるよ。いや、動けよ。いや、とか、キサキをあのまんまにしとくな。誰かさ、ね、取り押さえてほしい。また逃げちゃうんじゃないこれ。どさくさに紛れて。え？なくなった？ああ。いやー、マイキー。いやー、終わりだな、もう。あ、また、あー、手紙。あー、かくちゃん見てたんだね。あー、ここでも。全部見てる。うん。お母さん。偶然。パチンコ。うわー。この再会はどうなの？場所として。あー、しかもまたかくちゃんがいる。もうずっとじゃん。ああ、見たね。いやー、目で追っちゃったりすんだろうな。この年頃の男の子とお母さんのあれを。ああ、行った。いやー、けどこれは、いやー、会いたくなるだろうけど、どうなんだろう。だー、もう帰った方がいい。いや、もう帰った方がいい。もうあんな態度取る人とはもう、話さない方がいいって。怖っ、これも。なんか、うっせーなーとか言いそうじゃない？あー、やばい。やばいな。はぁ、あ。え？もうそういう言い方やめて。え？えへへへ、もう。何それ。もうやっぱ話すべきじゃなかったわ。うわぁ。あ、慎一郎くんか。ね、その怒りぶつけてんの？ああ。あ、え、そうなると？え、そうなるとあれだよね。いやーけど、それも分かってて、慎一郎くんは。ああ、やっぱり。いやー、慎一郎。ああ。いやあ、もう、
人もいた。本当に全部知ってる。ね。いやーけど、え、あ、わー、かくっちゃ、いやー、かわいそすぎ。いや、お前、マジで、もうちょっと。いや、互角の世代の皆さんにボッコボコでしょ、もう。そんなあれじゃないだろうけど。もう。いや、てか、かくちゃんもう大丈夫かよ。マジで？かくちゃんもダメなの？やばい。やばい。目痛い。いやー、こんなのねーわー。はぁ、何楽しい思い出。やば。てか、かくちゃんも本当にあれで、行っちゃうのかな？かくちゃんだけ助かるとかないかね？鎌倉城って感じ。ああ、やっぱ城なんだね。最強の国。いや、やりすぎ。やりすぎだよ。ケボクレ総理大臣。いやー、こんだけ思ってくれてる子がいたのにな。血はつながってないけど、いたじゃん、目の前に。あー、負けちゃいけない。あー、これもあってさっきのあれか。おーだったりで、かくちゃんのセリフ。
これ天竺だ。ああ、ここからもう決めてたんだ。やっぱ死んじゃったんだ。いや、なんか血のつながりができたみたいな感じじゃない、今の。本当の家族になったみたいな、最後に。いやー、え、どう収めんの？これ。だ。いや、キサキ、いや、キサキだよね、もうこうなったら。いや、もう終わりだろ。そりゃそうなるわな。さ。どうなる、これ、キサキ。さすがに殺すっていうのはね、あれだろうけど。やけど、まだ銃持ってんだよね。え？バイク？ああ、ハンマー、こいつはもう、マジで、これでもあれなんだよね。この、いつものハンマーなんだね。トラケーン。あ、いやけど連れてくわけいかないよな。いや、それしかないよね。連れてこうが怖いよ。いやいや、これどうなんの。いや、追い詰めたけど、キサキを。いや、こうやって見ていくと、もう、いやいや、キサキ、お前。法律で裁けんならもう普通に死刑だよね。タイムリープ。あ、もうちょっとあれが、おー、マジか。ラッキー。チャンス、チャンス。今なら。ボケそうったね。おー、いる、目の前に。いや、これもう、ねえ、決着の時じゃないの？ここはけど。キサキ、終わりじゃん。だ、キサキやっつけてもうなんだ。そういうことじゃない？これ。あ、え？それとも逃げん、嘘。
やー、竹道。あ、ドラケンの背中に乗るの。うわ。え、てかハンマーもあれなんだ。戦闘不能なんだね。ああ。ああ。ああ、あった。まあ、とりあえず、とにかく、また来んのかよ。はぁ、いや、キーンってすごくない？手で受けてそんな音する？どんだけ鍛えてんの？おぉ。いや、アドレナリン全開でいけ。あー、痛そう。いやー、けどこっちはこっちでちょっと怖いな、ハンマ。強いし、ぶっ壊れてるし、こいつ。やばー。やべえ。怖え。いや、しぶといね、キサキ。いや、竹道追いつけるか。追い込んだか？うおぉ！だぁ！死ぬ死ぬ、そんなの！いやいや、いや、マジか、倒れないの？すげえよ、お前。マジですごいよ、そのね、タフさっていうかさ。もう背負ってるものの力だよな。おぉ、ボコボコじゃん、お互い。あー、これちょっと待って、決まんないの、今週終わりそう。あー、終わった。あー、いやー、けどなんか今のその続きも、もちろん気になるんだけど、いやー、イサナと、辛かったなぁ。いやぁ。ああいう事情があったんだね。いやぁ、けどそれでも新一郎くんは。いやぁ、そして、かくちゃんまで。いや、かくちゃんはワンチャンなんか、ああやって最初横にね、一緒にいたけど、血流して倒れてたけど、助かるんじゃないかなとか思ったんだけどね。いや、ダメだったね。わあ、これか。ここか、今のが。いやなんとかなんなかったのかな。いやー、そしてハンマがなー、うぜえ、もうあいつが来なきゃ、キサキももうなんとかできてただろうにね。またわかんないよ、来週までこれどうなるか。けどなんかね、ほんとキサキとの戦い決着っていうか終止符打たれそうだし、普通に考えればこれでね、ハッピーエンドに向かうって感じに思うんだけど、いや、この作品ここで終わりじゃないんでしょ。それ聞いちゃってるだけにね、そうなってくるとやっぱキサキがっていうことじゃなくて、それで竹道が結構この後パニックっていうかね、混乱するような形になるんじゃないかな。キサキはやっつけたのになんでみたいな。それか、やっぱあそこで取り逃がしちゃってってことになるのかね、この後。あとはもう、竹道が仮にね、そのエマちゃんとか、みんなね、いろいろ救うみたいなことを言ってたけど、
もうそれが本当にこの後可能になるんであればね、ぜひイザナとカクちゃんもね、なんとかって思いがあるな。カクちゃんと仲良く過ごしてくれる未来があってもいいんじゃないかな。そしてエマちゃんとかも死なずの未来でさ、マイキーエマちゃんとも兄弟として仲良くっていうのはないのかな。そういうの見たいな俺は。はい、というわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて引き続き楽しんでいってください。以上、動画部突撃しました。バイバイ。